午後0時半ごろ、根室の花咲港に初サンマが水揚げされました。棒受け網漁から戻った小型船2隻のおよそ 3.3 トン、待ちに待った秋の味覚到来です。一足早く水揚げした厚岸港でも、太平洋の公海で漁をした小型船1隻が戻り、152キロのサンマが上がりました。水揚げされたサンマです。少し小ぶりで細身ですが、キラキラとしています。気になる初競りの最高値は1キロ当たり2万8000円と、去年の1万1880円の倍以上の記録的高値となりました。まあ、これから美味しい時期になるので、期待しながら、まあ、今日あたりのサンマは刺身で食べてもらえれば結構美味しいと思うんで。高値がついたサンマは早速漁協の直売店に並び、高いものは1匹3780円の値段がつきました。いや、もうびっくりですよね。こんな高いのは初めて。買われるんですね。買います。これね、見下ろしして蒲焼きして食べてもいい。まさに高値の花となった取れたてのサンマ、そのお味は？おすすめの刺身で食べてみようと思います。うん、身がプリプリしていて、サンマ独特のこう旨味が広がってとても美味しいです。落札されたサンマは明日以降札幌などに出荷されます。一方、同じ根室の漁港を連日騒がせているのはマグロです。歯舞漁港では刺し網漁船が135キロのマグロを水揚げしました。今月に入り、落石漁港にも鮭の定置網にかかったクロマグロの水揚げが相次いでいて、5日には210キロものマグロが上がり、漁協関係者を驚かせています。今日の競りでは1本およそ27万円で落札。買い取った水産会社によると、かなり状態が良かったということです。キロ当たりは1980円、サンマのおよそ14分の1の安さに。店頭で 100g あたり破格の498円から販売され、庶民に嬉しい状況も生まれています。